九州電気軌道1系電車は九州電気軌道が所有していた路面電車路線の開通に合わせて導入した鉄道車用造備車の35型とともに九州において初めてボギー式台車や空気ブレーキを採用した電車で1950年以降は福岡市内線に転属し形式名を100型に改めた二千十九年現在も譲渡先の長崎 電気軌道で一両が胴体保存されている。北九州線は西日本鉄道の母体となった九州電気軌道によって1911年6月に開通した路線である。当時の北九州地方は石炭産業の成長に加え、八幡製鉄所の開設により活況を迎えており、点在する各都市を結ぶ新たな交通機関が求められていた。そのため、 北九州線は各都市に敷かれた平用軌道を走る市内電車と都市間を専用軌道で連絡する都市間電車という二つの役割を担うこととなった。そこでこの条件に合致する輸送能力や性能を有する車両として導入されたのが1型と35系である。一系の車体デザインは同じく都市間電車として開通した阪神電気鉄道の一系電車が元になったが、 平洋軌道上に急勾配や急曲線が連続する北九州線の線路条件に合わせ、車長は11メートル級となった。屋根はモニタールーフとも呼ばれる二段構造で、端部に段が構成されていたのが位置の特徴だった。先頭部は製造当初から3枚の窓が設置されているベスチビュールという構造を採用し、左右窓の上部には方向膜が設置された一方、 車端に存在した乗降口には扉がないオープンデッキとなっていた。側窓は11枚で、開放式の運転台、乗降口と閉鎖式の客室の境には、両開きの引き戸が設けられていたほか、一段低い位置に、ある運転台との段差も存在した。座席はすべてロングシートで、定員数は66人だった。台車は、ブリル製の 27GE-1 台車で、 ゼネラルエレクトリック製、出力3 7ットの電動機が1機搭載され、内側の車軸へ吊りかけ駆動方式を用いて動力が伝達された。製造当時の技術力ゆえに電動機が大型となったことに加え、高速運転を行う関係上車輪径が8 3 8ト、mm、ルと大きくなったことから1型は高床式車両となっており、35型も同様であった。 また、この 27GE-1 台車は、固定軸距十が 1372mm であり、機関よりも狭く、高速運転時の横揺れが後に問題視されることとなった。制御機は GE 製で、運転台にある主管制御機を用いた直接制御方式が使われた。制動装置は GE 製の直通空気ブレーキと GE 製の手ブレーキが採用された。 開業時に製造された24両と、翌1912年11月に増備された10両は、大枠の形状に差異が存在した。1914年から製造が実施された車両は、設計が変更され、35型という別形式が与えられた。車体長が11.3メートル、定員数が70人に拡大し、2段屋根の端部は、先頭に向けて、 丸みを帯びた形状に変更された。側窓は2枚一組を5セット配置したものとなり、屋根に存在した明かり取り窓もそれに合わせて減少した。代わりに、通風機が4個設けられた。台車は、全車両ともブリル製だったが、最初に製造された5両が1系の流れを組んだ 27GE-2 系だった一方、それ以降の車両は、グラジエートスプリングと虎に、 温帯ロットを持つ 76E-1K、76E 型へと近代化した。長年にわたる仕様の中で 1K、1系35型は形式番号の変更に加えて以下のような改造が施された。導入当初の1型や35系の全面下部に設置された救助網は終点に到着するたびに上下させる必要があったが、 1929年に導入された66系の登場に合わせて、運転台の床下に移設され、バンパーの下にあるストライカーに物体が接触すると、自動的に落下する様式に改められた。また、同時期には、ポールの位置がずれて、河川を損傷させるのを防ぐレトリーバーの装備も行われた。製造当初1系の二段屋根の端部は、段型になっていたが、 正面に設置されていた明かり取り窓からの雨漏りや衝突事故での破損の危険性からガーランド型の通風機の搭載とともに3個型と同様の丸型への改造が実施された。ただし1942年の時点で3両が原型を保ち続け、そのうち1両は廃車までそのままの姿を維持し続けた。蒸気の屋根形状の変更工事を受けなかった車両のうち、 15と33は第二次世界大戦中の貨物輸送に対応するため、車体中央に外開き式の引き戸を設けた電動貨車となった。だが需要は見込みよりも少なく車庫で待機する状態が続き、1948年に旅客車への復元工事が行われた。ただしその際に屋根形状の改造や側面膜板の強化工事を受けたため、 改造前の姿から大きく変わっている。第二次世界大戦後の混乱が落ち着いた1950年以降、北九州線に在籍していた33両に対して、2枚、折戸式の上高扉の設置、側面扉の上昇二段式への改造、鎧戸の車高カーテンへの変更などの更新工事が実施された。さらに3 5系4 7以降は、 方向幕の中央窓上部への移設や照明灯の固定などの追加工事も行われ、最初に改造が行われた48.53についても後年に同様の形状となった。改造工事は西鉄及び子会社の九州車両によって行われた。一方、未更新のまま福岡市内線に転属した車両や福島線からの転属車両合計23両については、 西鉄東車庫及び有明車両で更新工事が行われた。こちらでも乗降扉の設置が行われた一方、客室と運転台間の仕切りを撤去し、パイプに変更する通風機の除去、屋根形状の変更など大規模な改造が実施され、一部車両は車体下部のバンパーの形状も変更された。北九州線、福島線から福岡市内線への転属に合わせて、 全面下部の救助網を固定式ストライカーへ交換、終電装置をポールからパンタグラフへ変更、全消灯を大型から小型固定式へ取り替えなどの改造工事が行われた。また、Q1 系及び Q35 系初期車が使用していた 27GE 型台車についても一部バネの撤去が実施され、76E 型と類似した形状になった。車体が老朽化した一系。 三十五系の機器を再利用し、以下の2形式の電車が製造された。1 9十一年六月の開通に合わせて、登場した一系二十四両を皮切りに、一連の北九州線の木製ボギー車は九百二十年までに、計六十五両が導入された。九百二十九年以降は六十六型を、はじめとした、半校生、全校生を有する電車と共に運用についたが、 1930年代に、入ると1系の初期車の車体の老朽化が深刻となり、給料が1935年と1937年に廃車となり、半構成車の200型駅機器を供出した。それに伴い一部車両の車両番号が変更され、1型は10から34の35両体制となった。一方、 それに先立ち1925年から1927年にかけて1系の一部車両に対して車体の交換が行われたことが確認されている。第二次世界大戦中は前述した電動貨車への改造に加え、透過日間の影響を出た形式とともに全照灯に筒が被せられたほか、微灯の代わりに正面相庫へ太い白線が描かれた。車内も床面積を 最大限に活用するため、一系の座席の一部が撤去されていた。また、戦後初期は、茶色の塗料が不足していたため、濃淡青色や黄色、緑色など多彩な塗装をまとった車両が運行された。これらは、事情が好転し始めた1948年以降、原型に復元され、塗装も元の茶色系統に戻された。一方、 1948年から1949年にかけては、反抗性の大型ボギー車である5 0 0系1 2両の導入が行われ、木製ボギー車は次第に余剰となっていった。だが同じ頃、他の二軸車の老朽化が深刻な事態となっており、置き換えに加えて輸送力増強が急務となっていた。そこで、 これらの車両は廃車されずに他路線へ転属することとなり、まず1948年に5両が福島線へ移籍した。残された車両は再度改版が実施され15から65に整理された。そして前述の北九州線での更新工事を経て、さらなる反抗性電車や連接車の導入に伴い、これら51両は1950年から1953年に、 かけて5時にわたって、福岡市内線に転属し、北九州線から木星電車は姿を消した。福島線へ転属した5両は、導入に再自然車とも、乗降扉の設置、バンパーの形状変更などの車体改造を受け、特に3 5系3 9は、他の1型と形状を合わせるため、窓を1枚増設した一方、車両番号の変更は行われなかった。 1949年1月から運用についたが、1952年に大牟田市内線から転属した反抗性ボギー車のと入れ替わる形で、福岡市内線へ再度転属した。福岡市内線は開業時から長らく二軸車が使用されていたが、老朽化の進行及び輸送力増強のため、戦時中からボギー車への置き換えが行われており、その最終段階として、北九州線、 福島線で使用されていた一連の木製ボギー車が導入されることとなった。この転属に際して、前述の更新工事に加えて、車両番号の変更が実施され、形式を問わず、同線に導入された順に、101から番号が付与されていった。1950年から運用が始まり、1954年以降は、北九州線、 福島線に残存していた全56両が福岡市内線で使用されることになった。以降は主力車両として反抗性ボギー車である501系、551系、561系統と共に活躍したが、1959年に13両が長崎電気軌道へ譲渡され、残された車両についても1960年代の時点で製造から50年が経過し、 老朽化が進んだことから1962年8月以降、心臓車や北九州線、福島線からの転属車などの反抗性、全構成電車へと置き換えられ順次廃車されていった。同時期には5両の機器を流用した300型が登場したものの、機器自体の老朽化が予想以上に進んでいたため、大半の部品は新造品となった。 最後の車両は1970年2月に廃車され、西鉄の路面電車から木造電車が消滅した。前日の通り、一系の屋根は安全上や保守面の理由から、原型のタンブナン型からタンブマル型への改造が実施されたが、九州電気軌道が他社を九州合併し、西日本鉄道となった1942年の時点で15、26、33の3両は、 原型が保たれていた。そのうち15と33は、貨物電車に改造後、1948年に、旅客電車に復元された際に、丸型への改造が実施されたが、26については、この改造が実施された時期に、事故で、屋根が破損し、旧車となっていたため改造を免れた。さらに同年にも、追突事故を起こし再度屋根が破損したが、 会社側も開業当時の姿を唯一保ち続けている車両として26の希少価値を認め、そのままの姿で復旧が行われた。以降も、乗降扉の設置、窓周りの改造、福岡市内線への転属に伴う番号の変更などの変化が生じても屋根の形は変わらないまま、廃車まで使用された。胴体保存されている168,959年。 長崎電気軌道からの要望を受けて、福岡市内線に在籍していた13両が譲渡され、旧来の形式に基づき160系、170型に車両番号が改められた。1968年のワンマン運転開始まで第一線で活躍し、以降も1970年までラッシュ時の増発用として使用された。 それ以降も1911年に製造された1系2 3号をルーツに持つ168が九州電気軌動1系3 5系電車唯一の残存車両として胴体保存されており2019年の時点で製造から108年目を迎えている長崎電気軌動160系電車も参照関門海峡ミュージアムに設置されているレプリカ北九州市も軸にある 関門海峡ミュージアムの1階、海峡レトロ通りには1系の車体全部を模したレプリカが設置されており、鏡を使用し一両分が展示されているように見せている。九州電気軌動35系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。